デルタ酸、または、ジヒドルキシシクロプロペノンは、C3O2 の化学式を持つ化合物である。シクロプロペンのケトン及びニカアルコールと見ることができ、オキソカーボン酸の一種でもある。室温では安定な白色個体であり、ジエチルエーテルに溶解し、摂氏140度から摂氏180度で分解する。水とはゆっくりと反応する。デルタ酸の合成は、 1975年にデビット、エガーディングとロバート・ウエストによって初めて記述された。デルタ酸は多くのアルコールと異なり水中で酸性を示す。これはヒドロキシル元がプロトンを失い対称性を持つデルタ酸アニオン c 3を3 2体となるためと考えられる。最初のデルタ酸ジオは1976年にやはりエガーディングとウエストによって 最初に記述された。デルタ3リチウムは水海洋の白色個体である。N2 体で表される他の感情。ジアニオンと同様に、デルタ3アニオンは方向属性を示し、これが安定性に寄与している。デルタ3アニオンのアナログは、3つの酸素原子を視野の意味の下で置き換えることで得られ、対称性を持つアニオン C332 体を生成する。デルタ酸は、 ビススクアリン酸エステルの光分解によって初めて得られた。ビススクアリン酸エステルは光分解によって缶から一つのカルボニル元を失ってビスデルタ酸エステルになりさらにブタノールで分解されデルタ酸となる。デルタ酸はスクアリン酸銀とクロロトリメチルシランを反応させることでも得られる。近年常温常圧条件下で一酸化炭素を 直接的に感情産業化することでデルタ酸アニオンが得られた。ペンタンに溶解した一酸化炭素はウラン錯体と反応し、二つのウラン原子と結合したデルタ酸アニオンを生成した。ありがとうございます。